Ladies and gentlemen, welcome to the entertainment show presented by Combitoo Takegawa. Sit back and enjoy, or hit otake, it's up to you. However, even if you get drunk or get hurt, Combitoo will not take any responsibility. Okay, you're all ready? Here comes Marble Maple.Thank you.
よかったです。はい、ということでね、ヒオリンのね、マイクがちょっと切れちゃったんですけど、無事着いたので、はい。次の曲を行きたいと思います。改めて自己紹介をね、この曲の後でさせてください。はい。行って、今日はね、すごい寒いんですけど、はい、みんな大丈夫そうですか？大丈夫バッチシ？バッチシ。なんか、ここからだとね、皆さんの顔が、とても見にくいので、ぜひぜひ、前の方に来ていただけると。顔がね、見えないの。顔が見えないんですよ。なので、ぜひぜひ、前の方に来てね、こちらの方にいらっしゃる方も、ぜひ、コーンの中というか、ちょっと見やすい場所に来ていただいて。このね、枠と言いますか、コーンの中がね、はい。はい。ね、来ていただいて、ぜひね、見やすい場所で、ぜひぜひ見に来てください。見に来て。見に来て。見ていてください。よろしくお願いします。はい。ちょっと待ってよ。ちょっと待ちますね。はい。はい、私たちのこと初めて見たよって方。あ、ここは嘘ですね。はい、はい、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかこのまま自己紹介いきますか。いきますか。はい。皆さん、改めまして、こんばんはー。こんばんはー。自己紹介させてください。はい。まずは私かな。モネちゃんこと、トトさんやアムネと。はい。アンちゃんこと、スグシロアンと。はい。ヒヨリンこと、夏川ヒヨリです。私たち、ファンが引っ張るアイドル、マーブルメイプルです。よろしくお願いします。はい。私たちは普段、ここ静岡県の掛川市を拠点に、県内、県外、いろんなところでライブ活動をしている、アイドルグループです。本日はカラオケワンズさんとのコラボイベントにお越しくださり、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今はですね、一部の無線ライブということで、はい、はい、二部はね、あっちのお店の方に行きたいと思うんですけど、はい、ぜひね、無線ライブということでね、今お買い物をしているであろう方、ちょっとお時間がある方見てってください。ぜひ見てってください。めちゃくちゃね、暗い。そう、暗いね。さっきまでね、ここに来た時は、遊んでるね、子供たちがいたんですけど、さすがにもういないね。さすがに。遊んだらお母さんに怒られちゃうもんね。あんた帰ってきなさーいってね。5時で子供は帰る時間ですからね。確かに。帰るためのチャイムかな、あれ。あー。お家に帰ってねーって。帰ってねーって、そろそろ帰ってって暗くなっちゃうよーってチャイムかもしれないですね。かもしれないですね。はい。ね、外なのでね、天気ももって良かったですね。よかった。ちょっとね、雲はいますけども、お月様はどこ？お月様今どこにいる？あっち？あ、あれだ。あっちですかね。ちょっと出てきてね。出てるよ。出てこない。出てるよ。隠れちゃう。出てくるかな？天気の子的な感じで祈ったら出てくるかもしれない。今から、晴れるよ。晴れた？晴れた？晴れた？晴れてない。あっちのさ、ちょっとの隙間からさ、お月さんも出てくるかな。頑張れば。だって、みんなで今から晴れるよって。なんかすごい。今からお月さんも出るよって。みんなでそれやり始めたら、お買い物してる人たちがびっくりしちゃうね。なんだこの集団はってね。宗教になっちゃう。普通に多分ね、ここでライブしてることなんてね、なかなかないと思うので、そうです、ね。お客さん自体、こう普通にしても、なんだあれなんだあれってなると思うんですけど、こんなね、お祈りみんなでしたね。余計になんだあれって。変な風。なっちゃう。変な人たち。変な集団になっちゃうのでね。こんな寒い中、半袖でいて。半袖でね。半袖。半袖っていうの？半袖。半袖派です。半袖派です。どっちが静岡県民でしたっけ？半袖。え、ほらー。え、嘘、県民じゃないの？もしかして。静岡県の人じゃない。え、半袖って関西弁じゃないんですか？違うよ。え、私ずっと半袖って関西弁だと思ってた。関西弁？西の方。皆さん半袖ですか？半袖です。半袖です。半袖じゃないんですね。半袖です。半袖です。今日から半袖。今日から半袖って言うと思います。静岡の人。半袖がじゃあ標準語っていうことですかね。標準語。半袖が標準語。半袖が静岡弁。今なんて言った私たち。半袖が関西ですね。私たち今なんて言った？半袖。半袖は、あれ違ったっけ？もう分かんないよ。もうないな。ちょっとね、考え始めるとね、もうね、なんだっけってなっちゃいます。あ、いけますか？準備ができたということで。はい。早速次の曲に行きたいと思います。聴いてください。
カラフルセンセーション。ですね、この夜にぴったりな曲となっております。でもね、ちょっとね、お月様とお星様がね、出てきてくれると嬉しいなっていう曲となっております。ということで早速いきたいと思います。聴いてください、星の救い方。僕らの見た星の輝きはこの夜空を旅した
Yeah.
ありがとうございます。ありがとうございます。はい、2部はですね、この後2部をあのワンズさんの方に戻ってやるんですけども、2部はね、いろんなことをしますね。いろんなことをします、はい、と私たちが審査員となって皆さんのお歌を審査 いいやつと面白いやつ、なんだっけ、なんていうの、パフォーマンス審査と歌唱力、歌唱力2つのね、採点をします。そしてね、私たちの曲の振りコピー講座、はい、あります。はい。イエーイ。しかもね、ご飯を、と言いますか、なんか、軽食なんか、お店に置いてある食べ物を食べれるよっていう。はい。でも魅力的じゃない？それもね、私たちが選びましたので、はい、どれがね、どれ、メンバーどれを選んだのか、ちょっと楽しみにしていてください。はい。はい、私はすごく今、それを楽しみにしています。皆さんも楽しみにしていてください。そして皆さんのお歌もぜひね、聞かせてください。はい。はい、そしてね、三つ目は365ステージということで、はい、2部の方も私たち歌わせていただきますので、ぜひぜひそちらの方も楽しみにしててください。そして、告知に入りまーす。はい、明日はですね、私たち山梨遠征の方に行きます。去年も出演させていただいたコンビクションとなりますので、ぜひぜひマーブルメープルと山梨県ついて行ってくれると嬉しいです。よろしくお願いします。コンビクションは、コンビクションじゃない、違う、ね、コンビクションじゃない、ドンキホーテさんですね。山梨ドンキホーテさんにてライブ出演しますので、観覧無料となっております。ぜひぜひよろしくお願いします。イサワだそうです。地図が弱いアンさんにはわかりません。そして、12月10日は、鈴代アン、初めて19歳になります。生誕祭、行わせていただきます。19歳、初めての19歳、生誕祭、行わせていただきます。ユニクロとかの方にあるね、コンビ2にて、出演しますので、ぜひ、手売りチケットの方も、インターネットチケットの方も、ありますので、ぜひぜひ予約の方、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。そして来年、2024年1月27日土曜日は、清水にあるアークさんにて、私たちセカンドワンマンライブを開催させていただきまーす。チケットもね、絶賛販売中でございますので、ぜひね、今日初めて見たよって方、もしね、気になってくださいましたら、ぜひぜひ来てくださるととっても嬉しいです。よろしくお願いしまーす。お願いしまーす。ということで、あっという間でしたけれども、次の曲でラストの曲になります。次の曲いきますよ。せーの、はい、今来たばっかり、今来たばっかりですね。はい。はい、ということで、はい、ということで最後の曲聴いてください。マーブルメープル、マーブルメープル、この曲でラストの曲になります。この曲はグループ名のマーブルメープルさんさんにできます。とても楽しかったです。ありがとうございました。頭の中想像の黒板消し
っとお話をしに来てください。それでは以上私たちマーブルメイプルでした。ありがとうございました、あの曲をやりたいと思います。スーパースーパースリーここでもあんのマジ聞いてください。内緒、君への想い抑えきれないでも泣いた。それではラストの曲聴いてください。それでグッデイ。
届けよう。私たちマーブルメープルでした。